はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、こちらのねウルトラロゼをね使っていこうと思うんですが、新キャラクターの LL バカ野郎がですね登場したことによって、今緑がね非常に需要高くなってるんじゃないかなと思いまして、でコメント欄でもねよくカマロゼがワンチャン使えるんじゃないかということで、お話いただいたんで、今回はね、実証していこうかなと思います。で、本当にこの子ね、スペックだけはめちゃくちゃ高くて、しかも環境トレンドの未来パーティーに、詰めることができるんで、まぁ、ちょっと属性と、まぁ、結構ね、未来は強いキャラクターとかがいすぎて、ネックがね、そこだったんですけれども、今回緑のね、評価が高くなってるんで、普通にやっていけるんじゃないかなと思います。ウルトラビリティ、落とさないように、ちゃんとね、未来染めにしてきまして、さらにね、こちらの未来ご飯のね、フラグメントで火力を底上げしているんで、パワーも出せるんちゃうかなと思います。やっていきましょう。おっと、来た！新悟空、バチ決め！やっていきましょうか。で、まぁ、実質、青2体なんで、全然刺さりも、まぁ、悪くないんじゃないかなと思いますね。どうしよっかな。しょってザマスで行こうかな。ベジットブルーいないんで、裏に多分ザマス行ってもそんななんで、ザマス初手で行きましょうか。来た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 。この悟空に対してね、どんだけやっていけるかってところ、いけるんちゃうかなと思いますね。行きましょう。対戦よろしく。あ、た、ちょ、そ、潰さないで。あ、なんか入った。まあ、外して入れますか。ちゃんと台形選んでね。あいつ！やば！ティアがね、今期から、悟空リ君は消えてるということで、耐久が下がってますね、多分。オッケー。ちゃんと反応して、かっこいい。夜逃げ展開しつつの、火力アップさせつつの、必殺行きましょう。あ、ベジとか強くない？大丈夫ですかこれ。つね。タックル君入れて、受けてくるんだ。あー、まあまあいいでしょう。ラケンフローか。怖っ！いや、範囲特殊あるかな？もう知らない。回避見てからでよかったな。一旦クッションします。で、さすがに弾ないと思うんで。よん！回避キャッツ。オーケー！持って！来た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 ！こういうことよ！はい、最強！はい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 ！属性売り向こうなんでね、この子は。いや、マジロゼ強い。オッケーオッケーオッケー。これが、悟空の持ち得てない、属性振り向こうの火力じゃ。オッケー！活躍、回避でシャイキー。入るよ。ナイス！やばい！バチ活躍してる。強すぎ。ナイス！ライカブしたいね。オッケー！はい、完璧！ちゃんと見極めていく。大佐ありがとうございました。これはロゼ！大活躍じゃない？ま、皆さん、この一戦で分かりました。ロゼは強いです。さあ、珍しい合体パーティーと当たりましたね。芝居ていきましょう。新しい悟空とたくさん当たりたいんですけど。撃つか。このベジットは射撃系カウンターを持ってるんで、それだけなんとかしないと。久しぶりに見たな。さあ、気力減少入れて。これさあ、オッケー、狩ろう。いや、打撃アン打撃してくる。マジか、僕、そんな軽姿。にしてました ?988 決めて。オッケー。特化向こう。最強とか脇。外すか。マジか。まあいいでしょう。こう出して、気力減少入れて、さすがにライは溜まってないと思うんで。はい、ゴリ止めします、ゴリ止め。効かないわ。で、なんかワンチャンありそうだなぁ。待ったらザマス捨てるけど。硬い。ちょその欲張り、オイラに刺さるからやめて。普通に湯逃げめっちゃ貯められる。危ねぇ。これカウンターケアしてくるんかな、相手。はい、めっちゃ射撃打ってるな、お前。よくし打って。さつ強いな。攻めて、即。あ、待って。二連回読み。まあ、出してライフインしましょう。で、どうせこっち切るんでも出しといて。いいね、ザマスがいい耐久してるから、管理しやすくていいわ。普通に。焼き上がりして。いや、これ、ラッコチャンされてもいいんで。
オッケー、なんか事故で入ってるけど。いや、さすがに究極ダメージってワンパンできないよな。で、ここはかぶされないように警戒。オッケー、釣れた。え、でかくねそれ。はい、全員落とし。強すぎ。さすがにそっち切りか。倒したら場に回復。これが、全員一だった。うわぁ、そらやられたわ。そらやられたけど、ここでライジング切らしたんだったら、別に攻めやすくなるし、いいや。決めるか、ほんで。まあ。はい、硬い。あ、ザースが強いな。なんかやりたいことと違うけど、まあいいでしょう。強くね。これ油断してたら負けますね。いや、これ受けに回らない方がいいわ、絶対。回避見て、エロいなぁ。エロいけど、バニ回復は絶対してないから。結局早く打ってこい。硬い。欲張るね、危ないね。はい、ということで。これはさすがに勝ちですね。はい、最強。しゃあないな、こっから場に回して倒していくか。まずは出血分巻いて、ユニークゲージもがっつり貯めていく。これが大事。OK? で、どうしてくるかな。縛いて、ここで気力減少入るんですよね、50。これが痛い。いや、まあさすがにメイン切ろうかな。でも切ったら弱い気もするけど、まあ切った方がいいな。で、突っ込んで、即。あぶね。究極切って、全落とせへん。オッケー。かっこいい。で、属性振り向こうあるうちに殴りたいんで、これは攻めます。けどか、わき。ここ!ある!全然ある、これ。強っ。進化カード空きしたよ。カード空きして粘るよ。オイラここなんすよね。待って、あるぞマジで。はい、3立てぶち決めていく。ナイスロゼ最強でした。オッケー。さて行きましょう。お願いします。悟空に腎臓が入った感じ。ちょっとラグない?ちょ、もうラグのせいでさ、これ反応できなかったんだけど。マジ最悪。やられたわ。まあ、とりあえず受けるか。ちょっと今のは不服やな、普通に。はい。こっち出して、気力減少入れて、悟空で殴ってこんのかな?回見て、射撃。ここ。回避ね。オッケー。覚えとこう。覚えるの大事ですから。さあ。ドロソクダウン入れたんだけど、これでちょっと早いこと止まったりせんかな。特殊ね。大気ドロプラス、ドロソク2段階アップか。はい、強いね。ドロソクダウンとか全く効いてないね。なんだこのおじさん。このおじさん強すぎんか。さすがに。まあ、ただ属性受けはできるんで偉いね。タックル君入れて、特殊ある。まあ、ため回避でいいや。オッケー。おお、これ強いよ。刺さってますね。強いね。ガンマ出せ。オッケー。ドロソクぶち上げして。でも相手のデバフもかかってるから、そんなにあれか。ちょ、危ねえ。なんか繋げれへんかった。止めまして。まあ、キャッチ面にいいか。なんかタックル打ってこーいの、あーやった、封印されて、封印されてどうしたのかな思ったけど、別に繋がってよかった。
もう強すぎ、それめちゃくちゃすぎない？こっちの方がダメージ入るんでしょ。ほんでめちゃくちゃやな、これ。大逆上がり、オッケー、プロ。うぅ、強い。タックルで勝ってくるんだ、オッケー。ちょっとずらして、ここ回避、大キャン。あ、オッケー、これ大キャン、大キ刺さるわ絶対。180億パー刺さるわ。エロいな、マジで。くっそー、本当にしてやられてるわ。出しましょう。いやでも絶対勝つ、この試合は。この試合は絶対拾うよ、僕。でガンマが脅威なんですよね、本当に。消しとか前らしよ。ごめんなさい。回避回避でしょ、 OK。 こんなはずでは。しゃー、強いぞ。てかライ撃ったらよかった、絶対絶対ライ撃つべきだった今の。まあいいです、ライジング撃ちまして。確かにマゼンタ悟空強いかもですね、普通に。ドラゴンボール覇気あるし、落ちブレスあるし、で悟空がラス2から強いからね。いやもう絶対ライジング下手したら、マジでこういうとこが下手なんですよね、僕。絶対ライジング撃つべきだった、今最速回避取った時に。やばい、スミマックス。 OKOK、OK OK、即そろそろ来るかなって思ったけど冷静ですね。ん？ユジムーブ、オッケー。出しまして、ガンマ出し？いいんすかそれ。61削り切れるかな。いやちょっ、いやいけると思うけどな、多分いける。じゃあ必殺で、それ出すのはさすがに。ああでも怖、どっちがいいんだろう、分からんけど。それ落とさせてくれるのは普通にでかいですけどね。よしよしよし、ナイス。カード空きしてるんで詰めまーす。打っていいや。うまい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 けど、うまいけど、それさ全然行きたくないか。え、ベジット残す動きした方が良かったんかな、ちょっとわからないですが、全然いけると思うんだよな。確認入れて、OK。ありがとうございました。ということで、強い。究極だけ見ていくか。今回はね、バチ、環境にね、刺さっていると言われているロゼちゃんでしたが、まあ、普通に強いですね。うん、極振り入ってるパーティーはちょっと考えた方がいいけど、まあ、普通にね、刺さりは良くなっていると思います。お疲れ様でした。